ヘクタールは、メートル法における面積の単位の一つであり、1000 10平方メートルである。SI 単位ではなく、SI 単位と併用できる非 SI 単位となっている、面積の単位である。SI 単位と併用できる非 SI 単位には、他に、時間の分、時、非、長さの天文単位、角度の度、分、秒、体積のリットル、質量のトンダルトン、エネルギーの電子ボルト、 比の体数のネイパベルデシベルがある。名称は SI セット当時のヘクトと R の組み合わせである。なお、R の方は SI 単位と併用できる非 SI 単位でさえもなく、国際単位系では使用が認められていないことに注意。そのためにヘクタールの定義は 100R ではなく 1H 平方メートルイコール104平方メートルとなっている。ヘクタールは 日本の軽量法では特殊の軽量である土地の面積の軽量に限定して使用できる単位という扱いになっている。4. 軽量単位例ではかつてのメートル法の流れを組んでヘクタールを R の100倍と定義している。なお軽量法では国際単位系とは異なって R を土地の面積の軽量に用いることができる。5. 平方メートルと平方キロメートルの間には100万倍の開きがあるため、その間の面積を表すのに便利であり、また、日本では借鑑法による町とほぼ等しいこともあって、土地面積を表す単位として平方キロメートルと共に広く使われている。漢字表記は、屈列、白などがある。また、R を表す、案や、兄、百をつけた、などの表記もある。 フランスでメートル法が導入された1795年に R は100平方メートルと定義され同時にヘクタールが 100A と定義されたのが最初である。国際的には R がメートル法の一部として1879年の国際土行為委員会で採択された時に同時にヘクタールは R の補助単位とされた。その時に1ヘクタールは 100A と定義された。なお、 現在の国際単位系では補助単位という分類そのものが廃止されている。ユニコードにはヘクタールを表す蒸気の文字が収録されている。これらは CJK 互関用文字であり、既存の文字コードに対する広報互換性のために収録されているものであるので、使用は推奨されない。ありがとうございます。